土曜日にあさって駅名変更があるんですけど、路線図が変わるということなんですけど、路線図にミスがあったそうで、浅草線の西馬込から高輪の駅名が逆になってるっていう状況になったらしいんですね。まあ、見ての通りなんですけど、これ本来だったら、高輪、五反田、戸越、中延、馬込、西馬込だと思うんですけど、完全に逆になっているっていう状況ですよね。10日に、おとといですね、張り替えられた。あと、こんな感じで英文が間違っているとかも。あ、これか。R がいらなかったらしいですね、これ。ほぼ電車に貼られている。確認不足ですね。で、山側の路線図は、昨日撤去して、右側のスペルミスは、上からシールを貼る形で対応していくみたいです。まあ、こういうミスだったりとか、まあ、もっと言えば停車駅のミス、こういうのはさすがにね、修正しなければならないと思います。もっとしっかりしましょうね、確認とかを。